新井監督の嬉しい悲鳴が聞こえてきた春季キャンプ、若手の台頭に笑顔が止まらない様子だったんだけど、今キャンプで名前の露出が増えた若手を振り返っていくよ。まず最初に結果を出したのが久保選手。昨年は打撃で苦戦していたものの、自主トレで山田哲人選手に弟子入り、同学年の小園選手にタイミングの取り方を聞いてから一気に打撃が良くなっていったよね。もともと守備走塁には定評があり、センターを守れるのもポイントが高い。それだけでなく秋からセカンドにも挑戦するなど伸び台は計り知れない逸材だね。今季22歳世代の二股選手も大概試合4試合連続安打を記録し、安定した守備はセカンドサードショートでも発揮できるユーティリティプレイヤーとして猛アピールしてる。線は細いものの長打も放てるバッティングも魅力的。昨年はウエスタンで最多安打を記録するなどブレイク必至の注目株だね。最後は田村選手と同期の高木選手。188センチの大型捕手は先日のオープン戦で攻守に躍動。鈴木誠也選手と自主トレしそっくりとなった打撃フォームから長打を放ち、守備では盗塁阻止、投手を引っ張るリードも見せてくれた。新井監督も名指しで褒めるほど評価も高まり、坂倉選手を押しのけて正捕手となれる逸材と注目も高まってるね。若手中心の沖縄キャンプとあって競争も激化。ベテランも合流するオープン戦で誰が生き残るのか楽しみだね。ということで、春季キャンプって名を挙げた若手でした。